ほら貴様ら動きが硬いぞ、どうしたんだ。そんなこと言ってもスカートが、あ、スカートいるんだ、さすが名門校。ビシマ先輩、ヨロ先輩見に来たんでやす。ヨロ先輩多分違うんじゃないかな。ヨロ先輩多分なんか実家の八百屋とか酒屋を継いでそう。ヨロ、はい、ポテポテスカート調子がリディアンス。俺が仮にも帝王だったのと笑えるね。今日はたまたまですよ。あ、でも人望はある。みんなありがとう。ダメだなこいつは。ビエミシマ、はい、お願いします。さすが、やっぱこのプロっちゅうのはね、ワンチャンス、ワンチャンスものにしなきゃ。初めて一軍に上がって代打出してもらったその一打席、そのワンチャンスをな、捉えれなければいけない世界だからな。あ、早い、次いきます。どう、足、なんてストレートだ。こいつここまでの力だったとは。どう、すごいでやんす友澤くん。指島先輩3球三振、あら3球ともしかもストレート、完全にしてやられた。完璧なアピールができるところ、指島最後はやられたな。でもそれまで活躍してからじっきと自分アピールできたよ。ええ、まあお前と一緒にするな。徐々に腹黒い一面が。友澤くんに、お、蛇島も、蛇島も一応要チェック。前がや、あ、なんかスカウトもどきが、これアピールチャンスだね。スカウトはみんなの格好しなきゃいけないのか。ほらみんな練習に集中して。確かにこのスカウトの多さは利用しない手はないな。はい、次友澤、実戦想定してこの一打席勝負練習だ。確かに最後1点待ち、いいね。あれは1年生の子かな。それ蛇島くんだよ、蛇島くん。はあ、ふふふ、よし監督、僕が友澤くんの相手をしますよ。蛇島が打席に立つ。ついに先ほどのリベンジマッチ、友澤くんには前のお礼をしないとね。じゃあ行きますよ先輩。ピョー、ストライク、簡単に取られてる。確かにすごいストレートだ。この球はすでに研究済み、次カウント取りに来たら打てる。チュー、来た、このストレートもらった。ブン、ストライクバッターアウト。バカな、今のはスライダー、高校生を投げられるキレじゃない。見たか今の、モザルの城すぐ集めるんだ。先輩どうも。待て友澤くん、今のスライダーなぜあの時は投げてこなかったんだ。別に、リリカ様、一番効果のある時に使ったまでです。舐めやがって、一番効果のある、この前ストレートのみで勝てると思っていたというのか。素晴らしい友澤、このスライダーより目がけば必ずプロ入りすることができるぞ。この球が完成すればプロ入り。そうだ、俺は何としてもプロ入りしないとダメなんだ。しかし蛇島君は1年生に友澤君に翻弄されっぱなしだったな。これはもう少し考え直した方がいいかもしれないな。まずい、逆効果。そんな、ちょっと待って。屈辱だ、こんな屈辱は生まれて初めてだ。友澤、象が爆発しました。やばいぞ、ダークサイドに落ちてしまった。パキーンな、あれもあるんだ、屋内練習場もあるんだ。ケンジ様絶好調ですね、いい感じですよ。高校生でこんなことされたら勘違いしちゃうんじゃないか。そうかな。あ、帝王勝負いきましょうか。担当トレーナーが女性、マリリン・モンロー、やるしかねえ。底辺だ、三島と友澤が帝王勝負、行こうグランドに。友澤新帝王の誕生、おい三日天下にしてやろう。蛇島、貴様に足りないものをゆっくり考えるがよい。なんと、貴様にあいつが上、認めんぞ。遠征の音についての話はしねえからならん。今日の城の指示は任せた。友澤のやつにあまりスライダー投げさせないように伝えておいてくれ。なぜ、彼のスライダー大きな武器じゃ。あいつはどうやら肘に角の負担をかけるフォームをしている。本には気づいていないようだが、おそらく1日20球が限界。あら、ああ、わかりました。
モザクに伝えておきます。なるほどね。というわけで今日の練習はここまで。みんな機材を片付けて帰宅してくれ。それと友沢くん、君には監督が特別メニューを使っている。より重点的にスライダーを磨け。重点的に大きな武器だが今のレベルではプロでは通用しない。キレを磨くには投球数を増やすことだ。そうすればプロに通用するレベルになれるんですね。毎日早朝30球50球投げ込むように。こいつ最低だな、厳しま。その分部活中に上げなくて結構だ。わかりました。なんだか変わったミニディアンスね。相当陰湿なおじさんじゃねえか。シュッシュッ、お疲れさーんって。お前トマさんもしかしていきなり実行してんの？言われたからやってるわけじゃない。これくらい長くもない普通の実習トレのうちだ。お、かわいそうに友沢。クククク友沢。そうだ、それでいいんだよ。目がやらしいマリモッコリの目になってる。ヒビシ、友沢がヒビシバの毒牙にかかりました。なんだこのナレーションは。殺しに行ってる。まあぶっちゃけ友沢ヤシの方が耐性しそうだしな、正直。146dB、 まあ変化球は多いけど俺は打者としての方がいいと思う。ヘビシマはそこを見ての判断だろうな。諦めをつけろとピッチャーに。お前ヤシとして対戦しろ。そういうヘビシマの思いやり。お、ついにヘビシマ先輩がプロ入りするんけ。え、すげえ、ドライチだ。呼ばれましたヘビシマ先輩。本当かい？やったー。よくぞ結果出してくれた、ヒビシマ。貴様は我が野球部の誇りだ。タイダースは正直万年 B クラスのチームです。でもカイダースが優勝できるようなチームに成長するように頑張ります。まあ、それぐらいが、やりやすくていいんじゃないか。巨人とか行くと、ピリピリしてて。じゃあね、友沢くん。バイバイ。なんだこの軽さは。結局、計算通りプロリできたな。モザクに悪いことしたかな。クククク。ヘビシマ先輩がプロ入りを果たしました。なんか不穏な。この後友沢がやはり何か起こしてしまいそうだね、事件を。ケンジ、友沢見なかったか。スライダー投げ込み、いつもみたいに。何？スライダー投げ込みだと？なぜ禁止したスライダー投げ込みをやっているんだ。もう1年前の話なんだけど、それ。え、1年間やってるよ。たたたた、友沢出発し。監督にケンジ、どうしたんすか。友沢、スライダー投げ込み直ちにやめい。まだとお前、貴様の肘は壊れてしまうのだ。友沢、ヒビシマ先輩がお前に言っていたあのスライダー投げ込みは全部嘘だったんだよ。知っていましたよ。でも俺はこのスライダーを完成させてプロにならなくちゃいけないんです。そしてクオンに完璧なスライダーを教えてやりたいんです。肘に負担があると分かっていてスライダー投げ続けていたのか。プロリとクオンのためにシュッ走って。もうなんか力がないよ。もう投げるのやめるんだよ。それ以上投げたら、ああ今の球、まさか友沢もう壊れてしまったのか。とか、もう壊れたんですね。だからさっきからスライダーが全然。ケンジ、保健を直ちに呼んでくるんだ。はい、待ってろ友沢。曲がらない。うーくわーうわーあー。それから友沢は数日間学校に来なかった。友沢は願いでチーム員の士気を落とさないよう肘を負傷したことは部員には伝えられなかった。友沢の肘が壊れました。そんな風に言わないでくれ。とか、結局壊れちまうのか。ヘビシマのせいで1年間投げ続けて。まあでもヘビシマのせいっていうより友沢気づいてたんだろうな。気づいてたんだよね。みんなおはよう。友沢、お前まで復帰した。友沢今日から投手おり遊撃地に。もうやめろ。ショートに俺がいいんだろうが。肘を完璧に壊してたのか。いいんだな友沢。ショートだからやめてくれ。他はどこでもいいけど、ショートだから俺の聖域なんだ。当時は十分堪能した。次は遊撃として自分の力を開花させようと思う。いくら友沢先輩が役者として優れてると言っても大会まであと一月もないっすよ。それにそれに僕との勝負はどうなるんですか。
勝負するまでもない。クオン、お前の勝ちだ。お前の力なら十分プロで通用する。どうして、なぜ、なんでだ。こんなことで納得できるわけがない。クオン、落ち着け。十分プロで通用する。ふざけんな。あなたはそうやって逃げるのか。クオン、聞いてくれ。うるさいうるさいうるさい。あー、もううるさいうるさいうるさい。そんな闘志を、そして僕を軽く見てる人だと思わなかった。うわーん。クオンが癇癪を起こした。桃沢が闘志から湯気騎士に転向しました。桃沢とクオンに亀裂が入りました。こうやって友沢とクオンの確執が生まれたのか、それで11につながるのか。なるほどね。こうして2人の溝が深まってしまったと。クオン、ニコニコしとるわ、笑っとるわ。でもクオンのスライダーの方がいいんだよな。悲しいかな。クオンのスライダーの方が曲がるんだよな。軽いけど、こいつの球は。